はい、どうも前田工房のクラフト万歳豆チャンネルの浩二です。5日目です。はい、ですね、今日もね、早速練習していきたいんですけれども、今日はですね、なんと今朝です。はい、仕事の前にやってしまおうということで、8時半、ですね。はい、まあでもね、ご近所迷惑にならないようにスタジオでやりたいと思います。早速ね、ウォーミングアップですね。いつも通りです。もうこれ必ずやります。なぜならこれしか知らない。なんかこう話しながらでもミスせずやりたいなって言いながら、話しながらミスをしまくるという。はい、昨日は元気がなかったんですけど、今日は、元気があると思います。なんで昨日なかったんですかね、ちょっとわかんないけど。話しても話さなくても変わらないというね、悲しい状況でございますが、てかね、ちょっとね、手がね、寒い。ああ、ミスしますね、やっぱりね。はい、まだまだ修行が足りません。なんかあれなんですよ、あ、そこ違うよとか、あ、今のダメダメとか、言われたいんです。本当にこれは切に思ってます。いや、それじゃダメダメって言われたいんです。その練習法じゃ上手くならないよって言われたいんです。はい、
今日は何からやろうかな。やっぱりね、16ビート、何はともあれ8ビート、16ビート。わからない、これがいいのか悪いのかがわからない、ね、そこが一番の悩みですね。だからそれだともっとあれだから、ね、弱いとか強いとか、ここもっとこうしてとか言われたいです。誰か教えてください。あ本当にね、じゃあああれやりましょう。コーンが好きやりましょうね。コーンが好きね。何でやろうかな。コーンが好き。慣れてきたかな。難しい。コーンがす、好き、すのす。コーン、コーンがす、コーンが好き、コーンが好き。あ、じゃあ、コーンが好き、じゃあ、コーンが好き、コーンが好き、コーンって何？すとこ、すとこ。あ、今もギター、
流れは慣れてきましたね。いいですよ。いいです。いいです。難しい。歌が入ると難しい。あ、難しい。無理。無理。全然歌えない。歌詞もわかんないし。難しいです。めちゃめちゃ難しいです。昨日もう夜またちょっとやっちゃったんですけど、昨日あのミュートを覚えましょうっていうね、あの感じになりました。自分的にミュート、ミュート、あのこれをね上手に使いたいなと、あの目標にしているウルフルズで使いたいんです。押さえながらやるってやつですね。です。ミュートもやっていきたいなと。そうすると、はい、です。難しい。ちょっと今日は夏林先生ではなく、別の先生、ね、もう一人あのすごいあの見てる先生がいるので、めちゃくちゃ上手い人なんですけど、ね、この先生の今日の動画1個やりたいなって思ってるんで、次やりたいと思います。中指を5弦の5フレットで、人差し指を4、指弾きです。もういきなりね、ちょっとね、あのすごいんですけど、練習していきましょう。はい、はい、教えます。お願いします。まず最初は Dm9th、 最初がちょっとむずいかもしれないですね。左手の中指、はい、左手の中指を5弦の5フレットで、人差し指を4弦の3フレット、薬指を3弦の5フレットで、小指を2弦の5フレット、こういう形です。これです。これまずコードから教えますね。これが Dm9th で、次は G、 これですね、 Gちょっと待って、まずこの音が出てない。五弦の、え、ちょっと待って、ここからですよ、ここからですよ。これで、あ、これだ。はい、わかりました。いやー、むずいですね。むずいな。はい。
ずコードから教えますね。これ D マイナーナイスで、次は G、これですね。F のカット。ちょ待って。これね、はい、はい。F の形の。そして、このツッツッと人差し指3フレームまで持ってきた G。はい、で次、C メジャーセブンス。これ分かりますかね。人差し指で3フレットのこの5弦から1弦をバレーして、であの薬指が4弦の5フレット、次がここ3弦の4。これだね。はい、できた。これ。これ、ちょっと待って、忘れないように、最初が難しい、最初がこう、はい、こうかな。とにかく中指で小指が2弦の5フレットですね。はい、メジャーセブンス、これですね、音的にこういう感じですね。これなって、こうやって、こうですね。で、次は A ですね。A はどうしようかな、 A7 ですね。あの G のまま2個ずれて小指離すみたいな、G のまま2個ずれて小指離す、こうかな。はい、まずこれを覚えるところからいきたいと思います。面白くなってきましたよ、面白くなってきましたよ。3、いやー、これだな、これがすぐ、この指、これにすぐならない。ダーダッダー、工事が始まっちゃった。じゃあ、あ、そっか、これの後、これの後、シャレ。これ、これですね。こう、こうか。こうやって、こうやって、こう手を使ってやっていきます。なので右手は、コーンがつかずっていうリズムなんですけど、これ単純全部。右手。コーンがつかず。めっちゃわかりやすい。こうつまもうとする、つまもうとして上にこう離す、上こっち向きにこう離す、こうつまんでるってなってるところをこうやって離す感じですかね。そうするとバーってなりますから、はい、これやってこれでコーンガンってやりたいんですけど、今この親指のことベースって言って、この人差し指と薬指をトリオって呼びますね。親指とトリオで、親指とトリオ最初同時にきましたよ。コーンが、コーンがっていうので、コーンが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 したらツッツッ、コーンがツッ、コーンがツッ、最初にコーンが弾こうとした時のポジションに戻ってください。親指は5弦弾ける、人差し指は左手が釣りそう、釣りそうなんです。こう見えて。コーンが痛い。コーンがつっと戻ってくる。戻ってくるときに、こういう風に手を置くと弦がここの鉄に当たってチャってなるんですよ。わかりますか？このフレットってこうなんでつっつってなるんですよ。こっちからこういう。はい、わかります、わかります。ミュートする力を抜く、ちょっと力、コーンがつか、コーンがつかで、
です。ああ、めっちゃむずい。で、使うときは左手を力抜くけど、ドゥーのときはドゥーってまた押さえる。はい、今日の課題です、コーンが使う。この最初が肝ですけど、これが難しいけど、このミュートがむずい。ここが難しい。慣れですね。これはちょっと頑張ります、マジで、コーンが使うやりたいですね。まず順番をコードを覚えよう。これが難しい。これが指がすでに釣りそう。ここにすぐ置けない。やば。
チサディスティックの、別にこれ以外にもいっぱいやってる人いるんですけど、自分的にやりやすいと思った、やつ。やっぱ弾き語りで難しいんですよね。手のリズムと歌のリズムが全然合わないんですよね。ですけどね、この香水は比較的難しいです。弾いてられるんだろう。なんかもう手の力の入り方が違う気がするんですよね。もう絶対間違ってる気がする。はい。グレイ引っかかりました。グレイもあ、これ言いましたっけ？で猫もまた引っかかりました、はい、昨日も引っかかりましたね。やっぱり引っかかるんですね。すごいですよね。ね。今日は
危険な話だと思う。コードが分かりません。はい、ちょっともうね、時間が差し迫ってきたので今日の1回をやりたいと思います。それではいきます。
なんかちょっと今しっくりきた気がします。どうですかね、ちょっと今成長したんじゃないかな。でも今歌ってないからな。はい、というわけでちょっとね、今日は1時間でもこれ1時間ぐらいやってんのか、はい、しかできなかったんですけど、はい、なんかちょっと成長した気がします。それから、新しいのを習いました。高音が使う今できるかな。できません。はい、でも頑張ってね、練習してね、こんなのもできるようになっていきたいと思います。それでは明日も頑張ります。さようなら。